上書きクックの適当占い。今日ラッキーなのはこんな人。ちょっとラッキーなのはパンを食べるときにバターを塗る人。これは定番でしょう。さらにラッキーな人はパンを食べるときにオリーブオイルを塗る人。おしゃれな食べ方ですね。そして一番ラッキーな人はパンを食べるときに海苔の佃煮を塗る人。嘘、ご飯じゃなくてもいいの？本当に美味しいからやってみて。たまには役立つこと言うよ。